皆さん、こんにちは。追っかけ情報局のリコです。またまた B ファーストのスケジュール、いろいろと新しいものが入ってきておりますので、今日明日の分を改めてお知らせして、そして少し早めになりますが、来週の分も合わせてお知らせしようと思います。トピックスは2つです。1つ目が B ファーストスケジュール9月2日から10日分、そして雑誌の掲載情報もお知らせいたします。 二つ目が b ファーストのライブ出演情報のまとめです。数週間前から b ファーストのスケジュールを週の途中で改定版ということでお届けしておりましたけれども、現在 b ファーストの供給が大変多くなっています。そしてここからもメインストリームのリリースに向けて、9月もかなりスケジュールが多くなってくることが予想されますので、今後は毎週月曜日ではなく、 必要に応じて不定期に更新していきたいと思っております。ですので、今日一旦9月2日から10日までのスケジュールをお知らせいたしますので、来週の月曜日9月4日にはスケジュールを投稿する予定は今のところありません。ただ、また随時新しい情報が色々と出てくるかと思いますので、その際には適宜スケジュールをお知らせしていきたいと思っております。 そして一つお詫びと訂正なんですけれども、先週 b ーファーストのスケジュールをお届けした時に一つ誤りがありました。たくさんの方がコメントで指摘してくださっていて気づくことができました。ありがとうございます。テレビ朝日のドリームフェスティバル2023を私は先週11月3日とお伝えしていたんですけれども、 このイベント自体は11月3日から開催されておりますが、b ー s t の出演は11月4日土曜日の誤りでした。申し訳ありませんでした。ご指摘くださった皆様本当にありがとうございます。はい。ではここから b ー s t のスケジュールをお届けしたいと思います。本日9月2日土曜日からです。まずここ数日で2つの動画が公開されましたね。こちらはもうすでにご存知かと思いますけれども、 b ー s t のオフィシャル YouTube にて、もぐもぐしゅんと w i t h m a という動画が公開されています。シュンととマナトが焼肉を食べるというとってもファンにとって嬉しすぎる企画になっていましたね。このもぐもぐしゅんとは今後シリーズ化してくれるということなので、今後も本当に楽しみだなと思います。 はい。そしてもう一つなんですが、ケレンミさんのアダルトについて、MV のメイキング映像が YouTube で公開されています。ものすごく細部までこだわって作り込まれているんだなということもわかりましたし、竜兵の役に対する真摯な態度や、あと彼の音楽性というものが、ザ・ファーストメンバーに影響を受けているんだなとわかるような会話もありましたので、ぜひこちらもチェックなさってみてください。 はい。そして本日なんですけれども、20時から YouTube にて、What's the Mainstream の第3話が公開されるということが発表されましたね。だんだんとこの Mainstream という楽曲の革新に近づいていっているのかなという感じがして、今夜はどんな映像が公開されるのかとてもワクワクします。そしてさらに今日はその What's the Mainstream の プレミア公開の終了後にメインストリームのティザーが公開されるということが発表されました。いやついにティザーが来ますね。本当に楽しみです。しかも、今回のメインストリーム、コレオグラファーの欄にソータの名前があります。いやーソータがついに b ーストのシングルの表題曲の振り付けをしてくれたのかと思うと、本当に楽しみですし、 やはりここまでビーファーストがこだわり抜いた彼らの音楽をソータのコレオグラフで再現してくれているというのは本当にビーファーストのビーファーストによるビーファーストのためのメインストリームという楽曲になっているのかなと思って本当に楽しみですそれ以外のスケジュールについては以前ご紹介しているものとなりますので必要な方はご覧になってください そして9月3日日曜日ですが、こちらも以前ご紹介したものと変更はありません。明日は日テレプラスにて b ファースト TV 祭りとなっております。それからビーザワンの声出し OK のライブ上映会があったり、夕方18時からは JWave の UR ライフスタイルカレッジにシュントと竜平がゲスト出演したりということがあります。それ以外は各自ご覧になってください。 はい、ここから先は新しくお出しする情報となります。9月4日月曜日、雑誌日経エンターテインメント10月号、表紙関東インタビュー22ページに b ー s t が登場します。15時からチケット申し込み開始となりますのが、アリーナツアー2023から2024メインストリーム、レジデント会員限定分です。9月12日までとなっております。 そして25時4分からはテレビ新潟にて b ー s t TV シーズン2第3話が公開されます。9月5日火曜日0時からチケット申し込み開始となりますのが映画 b ーザワン映画公開後登壇イベントのライブビューイングです。こちらは全ての劇場がこの日時に発売開始するというわけではありませんで各劇場にて順次発売開始となりますのでそれぞれの 劇場の発売日時は異なっている可能性がありますのでお気をつけください。そして23時59分で締め切りとなりますのが、一つ目がバズリズムライブ2023。こちらのオフィシャル最速先行分が締め切りとなります。同じく23時59分で締め切りとなりますのが、ケレンミさんのアダルトダウンロードキャンペーンが終了となります。 9月6日水曜日17時から映画ビーザワンのグッズの EC 販売がスタートとなります。こちらなくなり次第終了となっておりますので、劇場でも一瞬で売り切れていたところを見るとかなり早めに売り切れてしまうかもしれないなと思っておりますので、ご希望の方はお早めにお手続きください。そして26時13分からはテレビ朝日にて シソンヌ・長谷川×〇〇の決まりというテレビが放送されますが、こちらにレオがゲスト出演するということが発表されました。こちらは TVer での配信もあるということなので、全国の方がご覧いただくことができます。9月7日木曜日、この日で映画ビーザワン入場者プレゼント第2弾の生コマフィルムが配布終了となります。 こちらも配布期間は9月7日までとなっておりますが、それぞれの劇場でなくなり次第終了となりますので、これより早い日程でなくなっている可能性もありますので、お気をつけください。19時45分からは NHKE テレ九州沖縄にて、ゾンターク踊りの星、こちらのソータが出演した1回目の放送が再放送されます。 21時から MTV にて MTVVMAJ2022 リピート放送です。そして現在、b ーザワンの大型ビジョンでの広告がグランドシネマサンシャイン池袋にて開催されていますが、こちらが9月7日で終了となります。23時59分で応募締め切りとなりますのが、TJOY の b ーザワン期待コメント投稿キャンペーンです。 こちらは直筆サイン入りポスターなどが当たるキャンペーンです。詳細は概要欄のリンクからご確認ください。23時59分でチケット締め切りとなりますのが、テレビ朝日ドリームフェスティバル2023いち早プレリザーブの受付分です。9月8日金曜日。この日はレオのお誕生日ですね。おめでとうございます。 25歳のレオもますます輝いていってくれるんだろうなととても楽しみです。はい。そしてこの日から映画 b ーザワン関係の情報がたくさんありますが、まず入場者プレゼント第3弾が始まります。この日からチケットクリアファイルとなりますが、こちらもなくなり次第終了となりますので、ご希望の方はお早めにお出かけください。そして b ーザワンの追加劇場での上映がこの日から始まります。 追加になる映画館を一度読み上げます。東京、イオンシネマ、日の出。千葉、イオンシネマ、調子。埼玉、イオンシネマ、浦和、美園の。イオンシネマ、川口。茨城、イオンシネマ、森屋。山梨、東方シネマズ、甲府。福井、福井、コロナ、シネマ、ワールド。愛知、イオン、シネマ、ワンダー。イオン、シネマ、トヨタ、キたら。イオン、シネマ、コナメ 大阪、イオンシネマ、シアタス、震災橋、島根、TJOY、香川、イオンシネマ、綾川こちらの劇場で9月8日の金曜日から、ビーザワンの上映が開始となります。追加の映画館がこれだけたくさんあるというのは、ビーザワンがとっても人気だったという証かと思いますので、本当に嬉しいですね。こちらの9月8日から、 上映が始まる映画館については、入場者プレゼントのスケジュールが異なっております。第1弾のフォト風カードの配布が9月8日から14日まで、第2弾生コマフィルムの配布が9月15日から21日まで、第3弾チケットクリアファイルの配布が9月22日からとなっております。 22時45分頃からは CBC ラジオにて b ファーストの b トーク k 春藤、龍平、良期の出演です。9月9日土曜日、12時から申し込み開始となりますのが、b m s g フェス2 3応援上映、ローチキプレリクの申し込み分です。締め切りは9月13日です。15時に登録発表があります。b m s g フェス2 3応援上映、 レジデント会員と各ファンクラブ会員限定分です。17時から JWAVE にて Amazon Music Million b i l l i o n です。レオとシュントがナビゲーター、ソータがデフテックさんとの対談企画に出演です。18時から Amazon Music にて Amazon Music Million b i l l i o n Podcast が配信開始となります。こちらもレオとシュントの出演です。お誕生日の2人の出演ということで、 今日配信予定のものもバースデースペシャルということなんですが来週もレオのお誕生日直後となりますのでおそらく2週連続でお誕生日関連のお話をしてくれるのかもしれないなととても楽しみに思っております9月10日日曜日この日はビーザワン映画公開後登壇イベントが新宿バルトナインにて開催されます 2回開催されますが、1回目が13時の回上映後、2回目が16時5分の回上映前となっております。そしてその様子が全国の劇場にてライブビューイングされます。続きまして雑誌の掲載情報についてです。一番下にオレンジ色の アンダーラインを引いている部分になりますが、9月28日、総演11月号に、竜兵とジュノンが掲載されるということが新しく発表されております。それ以外の雑誌掲載情報については、すでにご案内しているものとなりますので、必要な方は各自ご覧になってください。はい、続きまして b ー,ースト出演予定ライブの情報をまとめに行きたいと思います。冒頭でお伝えいたしましたが、 11月4日土曜日にテレビ朝日ドリームフェスティバル2023に B1st が出演いたします。先週11月3日とお伝えいたしましたが、そちらは誤りです。申し訳ありませんでした。そして新しく発表された出演情報が、11月5日日曜日バズリズムライブ2023に B1st が出演するということが発表されました。 チケットは現在9月5日までオフィシャル最速選考受付中です。場所は横浜アリーナで開催されます。個人的にはバズリズムさんにはちょっと実家感を感じているので、このバズリズムライブの出演というのは、すごくホームに戻ってこれたような嬉しさがあります。それ以外必要な方は各自ご覧になってください。 次のページに行きますが、こちらはアリーナツアーメインストリームの情報をまとめているものとなりますので、特に追加や変更はありません。9月4日から12日までレジデント会員限定の選考受付が始まります。そして本日の18時には、いよいよベスティの会員の皆さんとアーキテクト会員の皆さんのこのメインストリームツアーの到落発表がありますね。 いやー、ちょっと本当に緊張します。私も代々木第一体育館の公演と、あとはピアアリーナ MM、それから K アリーナ横浜の3カ所に申し込んでいますので、どこか一つ参加させていただけたら本当に嬉しいなと思っております。おそらく今日の18時までドキドキされている方、本当にたくさんいらっしゃると思いますが、一人でも多くの方がこのメインストリームツアーに当選されますように、私も心からお祈りいたします。 どうもありがとうございました。追っかけ情報局リコでした。